社会見でしょうもない質問をする人をボソボソ喋りがち。で、おなじみレオザフットボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。トークザフットボールをね、ちょっと噛みかけてる感じになったのはですね、今日はですね、楽しく話していい日なのかどうかというわけで、まあ皆さんもご存知ですね、日本代表ハリル・ホジッチ監督が、まあ解任されまして、後任に、西野晃技術委員長が、まあつくというわけで、ワールドカップ前のね、この2ヶ月前の時期にここで解任かというわけで、まあ世論と言いますか、まあね、サポーターがですね、もうすごく怒っています。怒ってると言いますか、ね、もう日本おしまいだみたいになっていますけれども、まあ、この辺でですね、なぜ日本代表ハリル・ホジッチ監督、このタイミングで解任されてしまったのか、協会にはどういった思惑があるのかとかですね、あとこのね、解任して、西野監督になってどういうサッカーするのかっていうところよりも、このですね、日本サッカー協会がこの監督を選ぶ上でって言いますか、日本サッカー強化する上でですね、このハリル・ホジッチっていう、まあ、監督の人事のところから見えてくる部分があったんですね。まあ、そういったところを含めて、この記者会見を見て、そしてですね、僕の考え含めていろいろ喋らせていただきたいと思います。というわけでですね、まず、理由、言っていました理由がですね、監督と選手とのコミュニケーションや信頼関係が多少薄れてきたことというわけで、まあ、言葉を濁したいあまりですね、多少って言いましたけど、まあ、多少でですね、解任するわけはないので、もうこれは確実にその信頼関係が破綻してるっていう風に言っていいと思います。ハリル・ホジッチと、まあ、選手、ハリル・ホジッチのスタッフと選手のね、そういったところでもうコミュニケーション面とかそういったところで、まあ、信頼関係が破綻したっていうことだと思います。そしてですね、これはまあ多くの選手やスタッフから、まあ、調査の結果っていうことだと思います。いろんな人に聞いてそれを鵜呑みにしたわけではなく、私が判断しましたっていう風に、会長言ってましたので、そういったところでこういう風にコメントしていますね。ハリル・ホジッチ監督をサポートし、選手たちもみんなが努力してきた、そのバランスが崩れてしまった状況で決断を変えていかざるを得ない、ここへ来て状況が変わったということです。というわけで、常にですね、これはもう監督を変えた方がいいのか、いや続けるべきかっていうのを常に考えていった結果、最終的にこれはもう変えなきゃいけないって思ったのがワールドカップ2ヶ月前ということで、変えないでおいて突破できないケースをむざむざ見ているわけにはいかなかったということですというふうにコメントしています。で、後任に西野さんを選んだ理由は、チームを全力でサポートしていて、技術委員長としてサポートしていて、内側を知っているからというわけで、まあ、これがですね、会見のまあ概要です。僕の個人的な意見としては解任するべきだと思っていました。ただですね、この時期ではないと、もう解任するんだったらもう少し前からあったなっていうところと、まあ、最近ですと結果が伴ってなくても、このね、ワールドカップ前で、手駒を隠してると言いますか、手札を隠してるですね、そういった状況もあるのかなと。なので先日の週休カフェでは、プレーのね、こういった、この事象を取り上げて、こういったところで今こうなってますけど、これが本大会始まる前にですね、この変わってるとか、本大会1戦目でここが変わっていたら、ハリルは準備していて隠してたってことですし、そうじゃなければ、こういった監督を連れてきちゃった日本サッカー協会に問題ありますみたいな話し方をしていました。なので僕は変わらないと思っていたんですが、変えなきゃいけないと思ってた理由もあるんですね。それが哲学や思想に関しては、僕はハリル・ホジッチ間違っていないと思います。まあ、それの代表される言葉、縦に速くとデュエルの部分ですね。この縦に速くっていうのは、毎回このチャンネルで言うように第一選択肢なんです。相手の陣形が整っていないうちに、攻め切るっていうのがですね、やっぱ得点につながる効率のいい攻め方なんですね。そういったところで相手のほころびがあるときに縦に速くっていうのはすごく理にかなっています。そしてデュエル、やっぱり相手があってのサッカーですので、ボールを奪い合う部分だったりですとか、1対1で抜く部分だったり、そういった局面で逃げるようなですね、選手の集団はいくら上手くても勝つことはできないんですね。なのでこの2つの要素、ここがですね、非常にハリル・ホジッチの哲学思想、僕は素晴らしいと思っていました。ただこのですね、哲学だったり思想をですね、落とし込むための人選だったりディティールだったり、また日本人の、サッカー IQ だったりメンタリティへの理解、そういった部分が足りなかったなっていうふうに、思っています。例えば裏のスペースをですね、頻繁に狙うことができるフォワードよりもそうじゃない選手を選んでいたりですとか、あと縦に速く、まあ後方からのね、パス出しが重要な、戦術なんですけども、そういったところでですね、この選手っていう選手を選んでいたりですとか、そういったところで人選的にまず疑問が残っていた、プラスディティールの部分ですね。縦に速くって言ってもそれは第一選択肢ですので、それを選べないときにどういうふうに相手のところにほころびを作っていくか、また攻められた状況で、そこでね、デュエルで頑張れって言っても、
ここで勝てる状況、その戦術的な整備をですね、きちんとしているように見られたシーンは非常に少なかったです。もっと具体的に言いますと、ハリルのサッカーっていうのは、最近のサッカーで言うとマンチェスターユナイテッド型です。非常にですね、たくさんの選手をマンマークにつけて、責任を明確にします。ただそれによって移動距離が増えてしまったり、受け渡しが必要な場面で判断に迷いが出て、そこから、失点のね、ケースがあります。なのでですね、そういったところで、日本人のそのね、メンタリティっていうか、まあその特性としましては、こういった時はこうする、こういった時はこうしないみたいな約束事がたくさん必要になるんですね。そういったところをきちんと決めて機能させるっていうのが、まあ日本のですね、社会構造って難しい言葉使うとあれですけど、会社とか学校とかそういったところですごく機能している形だと思うんです。ただそこでハリルはですね、それぞれの選手の判断に委ねていた部分がありまして、そこにですね、改善の傾向が、見られませんでした。例えばですね、相手の守備の状況から考える攻め手の変化。相手がですね、2センターバックに2トップでついてきた時にボール回せないっていう状況で、アンカー落ち、長谷部とかね、そういった守備的なミッドユーダーが、ディフェンスラインに落ちるのをハリルは嫌いました。これ理由も一応ありまして、中盤の選手がディフェンスライン落ちてきて、縦に速い攻めをすると中盤のね、枚数が少なくなって、まあスカスカになりますので、その辺で逆にカウンターを食らいやすくなるみたいな、そういったですね、理由もあるんですけれども、ただ日本人としてはそこでですね、じゃあもう数的、同数の状況で縦に放り込んで、そこからボールを追い回すみたいなのは、あまり日本人に合ってないサッカー、今までね、足元のうまさを高めるようなですね、そういった指導だったりですとか、練習を積み重ねてきて、なおかつ将棋の国ですから、そういったね、頭も使ってっていうところをやりたい日本人としては、まあ数的同数で放り込んでそこから頑張れっていうようなサッカーになりますと、ちょっとですね、それに理解しきれなかった部分があったのかなっていうふうに、僕は思います。またですね、守備の時も、自分たちが守備に回る時も、相手のですね、後方での、バックラインの枚数がですね、変わって、今言ったような逆の状況ですね、回される状況の時に約束事が決まっているように見えないシーンが多々ありました。まあそういったところでですね、ハリルは日本人に対してどのくらい落とし込むつもりがあったのか、もしくは自分たちで考えろっていう風に丸投げしてたのか、本大会前にいきなり落とし込むつもりだったのか、この辺正直わかりませんし、アルジェリア対ドイツの戦い方を見ていると、そこのディティールをですね、細かく、したようには僕には見えませんでした。これですね、イホロイさんという方がビクトリーに書かれたコラム下にですね、概要欄に載せておきますけれども、この方はですね、すごくきちんと、論理的にハリルホジッチはこう、ドイツと戦ったっていう風にまあ書かれていたんですが、まあ結局はですね、アルジェリアの選手たちのフィジカルベースにあった、デュエル、それを使うことによってボールを奪って前線の選手たちの判断でカウンターを決めるっていうようなそういうサッカーだったので。ハリルが考えるこの勝利の方程式っていうのが日本のですね選手の特徴に合わなかったのは明確なんですね。でプラス日本人のメンタリティ、英雄になるより先輩になりたくないっていう人がすごく多いと思います。そういったところで役割が決まってない時に判断が鈍りますし、やっぱり人にどう見られるかすごく気にするのが日本人だと思いますので、そういったところで代表に呼ばれ続けたい、このね監督からの評価を落としたくないとか、そういったところで自分でね監督のこの約束事を時にはですね破ってっていうか、状況によって判断しなきゃいけない。マーカーはこの選手につけって言われてるけど、今はこっちの選手たちのサポートに行かなきゃいけないみたいなところの判断を諸外国に比べて日本はできないのかもしれません。そういったところで噛み合わせが悪かったっていうふうに、単純に言えますし、そういった監督をなんで連れてきたんだっていうふうに、皆さんも思うと思います。そういったところで前に言ったんですけど、ハリルの就任時、その時はですね、第2、国谷会長という方と下田技術委員長なんですね。なんで今の体制と全然違うんです。今の体制はさっき言った田島会長と西野技術委員長ですから、もうすぐ変わりますけど。なんでそういったところで、この下田技術委員長が、まあどういった考えを持ってる方なのかっていうのも、下の概要欄に載せてあります。で、それをですね、まあ抜粋しますと、僕が抜粋してここで話しますと、縦に早くっていうようなね、さっき話しましたけど、本当に効率的な考え方をする方が、当時、ハリルを呼んだ下田さんでして、下田さんの考えっていうのは、ハリルの考えと共鳴する部分がすごくあるんですね。なので、さっき言ったように、哲学、考え方、サッカーへの捉え方っていうのは合ってるんですが、それをですね、日本人にこう落としてあげる人、日本人とですね、ハリルホジッチをつなげる人材っていうのをですね、下田技術委員長は、現場に置いておくっていうことをしませんでしたし、現にそこで苦しんでいる状況のハリル、苦しむことになるハリルを置いてサッカー協会を出ていった。もしかしたら出ていかざるを得ない状況にさせられたということがあるんですね。で、この第二国屋会長という方も調べたら、トルシエジャパンをですね、トルシエ監督を、まあ、この、呼んだ人なんですね。で、トルシエもそういったですね、日本人との圧力があったって当時言われてました。ただ、トルシエの頃は、中田だったり、松田だったり、内部でですね、意見を戦わせる人がいて、それをで
ですね、ゴンさんだったり秋田さんとかがいて、うまくまとまってっていう感じで内側でですね話し合ってそのチームを作っていたんですね。それはあの、6月の勝利の歌を忘れないとかいうドキュメントを見ていただいたらわかると思います。なんてそういったところで今回のハリルジャパン解任が決まったマリ戦、ウクライナ戦、吉田麻也がいませんでした。吉田麻也に関しては、その報道のコメントでそこまで深刻な状況じゃなかったっていうふうにですね、前に自分が代表に参加した時は、感じたっていうふうに言っているんですね。そういったところで今回のですねマリウクライナ戦の時に吉田だったり怪我で呼べなかった香川だったりとか、こういった選手たちがいたらハリルで行こうっていうふうになってたかもしれません。そういった選手たちがいない中で、このね、会長が、内側の状況をこう聞いていって、それ判断して、このままだと、日本人とハリルが、こうね、どんどん信頼関係が薄れていっている、破綻している状況で、チームが悪くなっていくっていうふうに、考えて、最終的な舵を切ったっていうふうに、捉えられると思います。で、田島さんの考えですね。僕ツイッターで田島さんが男だと思ったっていうふうに言ったのはですね、これは田島さんの決断を全部ですね持ち上げるわけではないです。僕はですね田島さんが、普通にですね前の会長と技術委員長が決めた監督でワールドカップも突破してる監督だったら、そういったですね意見とかを聞いても今回これでいって次、僕らになったら違いますよっていう、そのハリルとかで失敗したら、ハリルをですねまあ解任って言いますか、もうハリルでね契約を延長せずに新しい監督になって僕らの世代で僕らのね代で変わりますよっていう風にアピールできたと思うんです。ただそこでですねいろんなチームの状況、いろんなスタッフとか選手に聞いて、ここで我慢させることもできるけどワールドカップのためには絶対に変えなきゃいけないなこれっていう、でこういうところで2ヶ月前にこんなこと言ったらめちゃめちゃ批判されるけど、だとしても日本がこのままワールドカップ突入したら普通に負けちゃうなっていうふうに思ったと思うんですね。そういったところで、選手のこと、選手誰、選手がこう言ったとかスタッフがこう言ったとかはみんな僕らに言えるわけないじゃないですか。そういったところで、でもそれでも変えなきゃいけない、だったら自分が変えましたっていうふうに言って、ハリルじゃダメだっていうふうに判断したから、この人ですっていうふうに西野さんを呼んだっていう、まあそういった形だと思うんです。なのでこの辺でですね、自分の保身、なんであそこで変えたんだ、ハリルのままで言ってたらもっと良くなったじゃないかっていう批判が起こる可能性があるのは重々承知な上で、そこでですねいやそれでも変えなきゃと、俺自身が責任を背負ってもなんか言われてもハリルのままじゃやばいって思ったのがこのですね今の田島さんの考え方でして、ただその後に選んだのが西野さんでいいのかっていうのは僕はですねちょっと疑問を持ってるんですね。そこがですねチームを全力でサポートして内側を知ってるからっていうふうに言ってるんですが、確かに全力でサポートしたかもしれません。ただハリルの考え、その今言ったように効率的に攻める、効率的に攻めるっていう中で縦に速くもありますし、ちゃんとボールをつないでいって相手を切り崩すっていうのもあると思います。ただこのですね両方の選択肢を持ってていいんだよっていうところで、選手と監督の中でですねこうあの隔たりがあるっていうのを僕このチャンネルで言ってましたよね。今裏狙うとこじゃないだろうっていうところで狙うみたいな、それは監督が言ってるからみたいに選手が捉えてる部分があると、ここをきちんとつなぐ人材で入ったのがテグラモリさんだったりするんですけど、まあそこ機能しなかったっていうことじゃないですか。でそういうのを送り込もうとかそういう風に画策したのも、西野さんだと思うんですね。そういうのができなかったから、じゃあもうハリルじゃダメだ俺がやるっていう風に、なったんだと思うんです。これは田島さんが西野さんにですね、変なプレッシャーとかそういうのがいかないように、こう配慮した判断だと思うんですね。なんですけど絶対に後任考えるときは技術委員長だったわけなんで変えた方がいいよねって話は絶対にしてて、それで最終的にはじゃあ俺が任命した形にするからっていう風に考えるのがまあ普通だと思うんですよ。なんでそういったところでこれで西野さんになったらどうなのか、ここでですね田島さんは日本らしいサッカーをしてくれるっていう風に言ってたんですね。でここで日本らしいサッカーって何なのかっていうところで僕個人の意見ですよっていう風に、このね首を刺した上でボールをつなぐサッカーって言ってるんです。ただこのボールをつなぐサッカーっていうのが単純に足元上手い人たちがですね、ポゼッション高める危険なところにボールを送り込まない、シュートに行くチャンスを、減らしてもこうボールをつないでるっていう風にそういう風に捉えてるんじゃないかっていう風に僕は心配してるんですね。なぜかと言いますとボールをつなぐっていうのは当然技術は大事なんですけど、それ以上にですねいる場所っていうのが大切なんです。どこでボールを受けるか、よく僕はこのチャンネルで言うですねサイドバックの位置取りだったり、中盤の選手が相手の、死角から出てきて、間で受けて、それによって、中にスペースを収縮してサイドバックにボールを出すとか、でその時にサイドバックが、中盤よりも高い位置にいることによって相手のディフェンスから、選手を引き出すことができるですとか、またその中盤で、選手がボールを受けやすいように、このフォワードの選手がディフェンスライン裏に駆け引きをするとか、
そういったですね、いろんなサッカーにはですね、こういる場所によって、相手に対してですね、有利を作り出すという、まあそういった要素がすごく強いんですね。その辺がボールをつなぐサッカーにとってすごく重要。このね、相手が絶対来ないキーパーとディフェンスの間で回してても何も意味がないので、危険なところにボールを送り込むためにチームを組織作れてるかどうかっていうのが大事でして、今ですね、Jリーグにいる選手の中で、そういったですね、頭を使いながらいる場所をですね、考えて判断してっていう風に、この世界レベルでできる選手っていうのはすごく少ないと思うんですね。そういったですね、現状をちゃんと分かってて、日本のね、目指すべきサッカーがボールをつなぐサッカーって言ってるのかどうなのか、またそれをですね、きちんとチームに落とし込める人材が、それがね、ボールをつなぐサッカー、今言ったような僕が言ったようなことができる人材が西野監督なのかって言ったら、ってなる人が、たくさんいると思うんです。で、そこでですね、3週間でそういったいる場所、チームのね、メカニズム、攻撃のメカニズム作れるかって言ったら、僕は無理だと思います。それは世界的にトップの監督、ペップだったり、ビエルサだったり、そういったですね、ボールを大事につなぐポゼッション志向のね、人とボールをですね、機能的に動かしながら試合を支配するタイプの監督ですら、3週間ではチームを作ることができません。じゃあどうしてるか、世界の監督たちはですね、そういう、チームの組織を持ってるですね、クラブをですね、そのまま代表チームに入れちゃいます。日本がそれできるかって言ったら、できませんよね。それぞれが別のチームにいますし。なのでその辺で、別々のチームから呼んでもですね、意思統一をできて、そのですね、いるべき場所を分かって技術を出せるみたいな選手を、ちゃんとね、この代表メンバーに呼んで、なおかつその選手たちをですね、機能させるっていうのがですね、どれだけ難しいミッションなのか。またですね、相手がいてのサッカーなんで、相手が攻めてきたですね、状況に合わせて守備組織をですね、きちんと構築して、その中で選手それぞれに状況に合わせた判断っていうのを、まあ明確に落とし込んでいかなきゃいけないんです。なんで日本らしいサッカーをするって言って、そういった上手い選手を集めて、なおかつその守備組織を、大会前の合宿の3週間で落とし込める監督が、いくらチーム内を知ってるって言っても西野さんなのかって言ったら、すごく怖いところなんですね。ただこれはもう決まってしまったことなので、西野さんがそれをやれる監督だっていう風にですね、信じて、僕らを応援することしかできませんし、前の会長と技術委員長、そして今の会長と技術委員長では、こういった考えの齟齬がある、ボールを大事にしないシーンがあっても、まあその方が効率的だからっていう風に考えて、そういった人選を選ぶ派閥と、ボールをつなぐことが日本人の特性に合っていて、それが日本の戦い方になるっていう、まあこういったですね、まあ違う哲学のもとに、まあ呼んだ監督と、変えた監督っていう感じになってるんで、まあこういう問題が起きるんですね。なんで今の日本に必要なのは、ここのですね、哲学、この指標を一緒にすることだと思うんですね。決してですね、ボールをつなぐことが非効率的ではないんです。ボールをつないでるっていうことは、それだけ試合を支配できますから、体力をセーブできますし、奪われた瞬間にすぐ奪い返すための、体力残っててっていうことができます。なのでですね、よく言われる、ペップだったりとかクライフとか、そういったですね、悪さ系の哲学の、それロマンだよって言われますけれども、合理性突き詰めたら綺麗なサッカーになってロマンがあるように見えるっていう形なんです。ですね。なんで日本人っていうのは単純に足元のちょこちょこっていう技術だけならあるので、そこにですねサッカー IQ がついてきたら、ここはしばらく僕の持論になってますけど、サッカー IQ がついてきたらですね、頭とですね足元の技術を使ったサッカーで、世界に対して、支配率を高めて、で奪われた瞬間に奪い返す体力、そしてスプリント能力を残しておくと、この辺は世界に比べて日本人が少ないんですけど、その回数を減らすことによって試合の主導権を握るっていう形ですね。で最終的なゴールを奪うための動き、いつも言うストライカーが死角から出ていったりとか、中盤の選手が飛び出すみたいな、そういったですねちゃんとゴールから逆算できる動きっていうのを入れた上で、今みたいに試合の主導権を握って、なおかつ守備の時には、ハリルがですね求めたみたいな厳しさを、求める、デュエルを求めるっていう形、このですね、これは僕の中での日本サッカーのですね理想形って言いますか、このね目標とするべき形だと思ってます。こういう風に、まあ僕と違う考えの人は当然いていいと思ってますし、こういったですね、僕はこういう考えでこういう育て方した方がいいっていう風に、こういう日本サッカーの取り組み方をですね、徹底した方がいいっていう風に思うんですが、その辺が日本サッカー協会に関しては、それぞれですね、その人事によって、その時の人によって別々な感じなので、ハリルと選手の信頼関係がおかしくなる、それでですね後任がまた前任と違う哲学で監督を選び出すってことが起きていますので、今は僕の思想ですね、こう日本人はこういうの合ってるっていうのを、まあ簡潔に言いましたけれども、その辺を日本サッカー協会がまとめて、今後の監督選び、ちゃんとですね日本サッカーの指標
表を作った上でその上に乗っ取ってる監督を呼び続けるべきだというふうに、僕は思っています。まあ、なったからにはですね、西野さんに本当に代表監督頑張ってほしいので、ここで、誰にしてほしかったみたいな話はですね、動画ではしないことにしますし、また西野さんのですね、チーム率いてた時ですね、ガンバ時代とかレイソル時代とかそういったところを僕フルで見ているわけではありませんので、そういうのをですね見ていた方の、感想だったり批評のコメントもお待ちしておりまして、それによってですね、もしかしたら西野さんが本当にベストな人材かもしれませんので、そういったところをコメントで議論していただければなっていうふうに思います。そんな感じでいかがだったでしょうか。レオザフットボールでした。ボボイ、ご視聴ありがとうございました。そしてコメントチャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とかレオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ。